庆，都什么时候了，还不赶紧收拾东西啊？师长。啊。冯连长，晚清的丝弦越唱越有味了，结婚了也不禀报一声？本来打算后天办婚礼的，可是让小鬼这么一闹，恐怕办不成了。婚事一定要办，等把日本鬼子赶走了，我为你们办一场红红火火的婚礼。这是我太太送给我的一个玉虎奔，算我送给你们的结婚礼物。不行，师长，这是太太给您的护身符啊。拿去。于师长，那我就暂停帮你保管这块玉虎奔。好，你们也快撤吧，城里就交给我们虎奔。你也放心，五月鄂西会战，常德虚惊一场，我不跑了，我想留在这陪宝华。师座。师座，屠家虎打响了。去德山。根据战区司令部判定，此次横山勇大军压境，沿长江岸边一线排开，目的很明显，就是要消灭国军在华东地区的第一线作战部队，报鄂西之战一箭之仇，而并不是真的要攻打常德。参谋长，参谋长，哎，出大事了，参谋长。长官，你，团长，不好撤。撤就是逃兵，我是来救助五十七师的，没想到被余承万放在第一关里受死。鬼子打上来，死的是咱们188团的兄弟，得名的是他们57师。废话，就是他们不能撤，不能撤，干什么？把他给我捆起来！放开我去！撤！放开我！师座，混账！毙了你！男子汉，腿别那么软，起来，起来！大敌当前，我不杀你，给你个戴罪立功的机会。谢师座不杀之恩。德山是常德的屏障，德山保不住，常德就敞开了。拜托各位兄弟了。小鬼子马上就打过来了，我答应给魏老板看房子了。哎呀，都啥时候了，大家都跑光了，你还挣这种不要命的钱？没事的，十天半个月，一转眼的功夫，到时候啊，借了家中钱就赚回来了啊！哎呀，姐，别动！哎呀，你赶快跑吧！二虎，核定情况，随时向我汇报。是。我们虎奔标的是你闹着玩的吗？还给我！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 
长官，长官，我求求你了，你就留下我吧。哎，我说你这个苗族娃子，我不是娃子，我是虎贲战士，我叫黄二虎，就是要跟你们一块打鬼子。口气倒不行啊，可你知道虎贲是什么意思吗？当然知道，虎贲嘛，就是说打仗要像老虎奔入羊群那样威猛。意思倒对，可你吵吵着要打鬼子，会打枪吗？这个兵啊，不要了。真的？横山勇，1886年出生于日本东北部的福岛县，任日军十一军团司令官还不到一年。他打的第一战是5月的鄂西会战，当时死民蛇将输得很惨，一直想报一箭之仇。就知道这么多？是的。长官，余战晚41岁，关东泰山之役，万福一席です。33歳で少将になってます。先月中将に昇格したばかりです。藩輸師範学校を出た後、中山大学を経て陸軍大学一期生として研究に従事してました。文武両道です。司令官、第三師団と第十三師団の総力をもってすればすぐにでもチャンダーを制圧することができます。そのまま続けて西北に進攻すればチョンチンに睨みを利かすこともできます。我が皇軍の秘密作戦は今のところ敵に知られていない。砂軍は我々が直接ウーシーを攻撃すると思っているだろう。チャンダーの米と魚は有名だ。この地は品軍の後方支援基地でもある。横山中将の作戦は非常に狡猾だ。相手の不意をつくのがうまい。だが少し慎重すぎる。戦機を見失う可能性が大きい。あなたがいれば安心です。師団長殿、お呼びでしょうか。また絵を描きに行ったな。連大将、はい、品との戦争が終わったら東京で画展でも開いたらどうだ。師団長殿、チャンダーはとても美しいです。聞くところによれば、あの東園名に出てくるトファイエンはこの地だそうです。いやー、なるほど。どうしてここの景色は格別です。チャンダーを占領したら貴様と俺二人でトファイエンに遊びに行くか。我要留下来陪宝华，你还是跟我们一起走吧。啊，你别担心，我自有安排的。你们快出城吧，走啦，走吧走吧，去吧啊。那你小心点，婉清姐。
看来他是和我们叫板了，是想打鄂西，确实不是要攻打常德。万一恒山勇改变战术，主要攻打常德，以我们八千人对付恒山勇三万多人，你说我们该怎么办呢？师祖，上峰的判断应该不会有问题吧？应该不会，不过通知邓先锋，严守德山。 是好样的，你们都是好样的。
皇上！准备！从现在开始，营长死了连长上，连长死了排长上，排长死了班长上，都听明白了吧？明白啊！准备战斗，快准备，散开！起来，起来，起来！医生，医生！哎，有个福宝和红领长消息啊，是不是幺七幺团二一三连的人？有没有后山阵地来的人呢？告诉我，快告诉我！刚开始我和冯连长在一起，后来打乱了，太惨了，我们一个营死了一大半。
们都上当了。彭山勇明着攻打石门磁力，实际是打常德，赶快向军部和战区司令部报告，常德三面受敌，请求支援。是。哎，李副官，加上一句，请求火速增援。是。攻城的日军有30000多人，都是装备精良的精锐部队。我们也是有备而来的，只要坚守10天，死守到援军赶来，应该不成问题。走吧。连长，那援兵啥时候到啊？着什么急呀？怎么，怕了？连长不怕，我就不怕。杜奇，杜奇，我怎么杜奇了？杜奇，我杜奇。瞎叫什么呀？那是烟雾弹。二胡，二胡，二胡，你怎么了？前年我爹我娘就是让日本鬼子的鼠疫还有毒气给害死的，提高警惕，跳过的烟雾弹后面肯定有炸，听口令上四刀。报告，江国元长开罗发来命令，会战只许胜利，不许失败。可是我们把德山给丢了。何福山不能再丢了，不惜一切代价守住何福山，要是再把何福山丢了，坚守常德就难于登天了。受到日军阻拦，张灵甫师长，请您坚守待援。师座，增援的150师在桃园受到日军顽强的阻击，全军覆没。徐国璋师长，以身殉国。张鼎麟营长、封红军营长先后战死，一营、营以下军官全部阵亡。剩下的人全部撤回城里来，万万不能撤退，唇亡齿寒，没有了外围，我们常德就变成了一座孤城啊。
我还有多少营长连长就这么一个个拼光了。小张在开罗参加中英美元首会议，特意发来电报，命令我们一定要守住常德城，与城共存亡。你们都应该明白什么叫与城共存亡。閣下殿、戦略は成功いたしました。チャンドゥはすでに無防備の状態になりました。司令官、派遣軍総司令部に早速打電しましょう。大日本帝国皇軍は城壁の速下にいたれ。チャンダー攻略は間近なり。チャンダーの餅は香りもいいし味もなかなか甘い。司令官、お待たせしました。チャンダーの夜は冷えますからね。チャンダー攻略を祝って乾杯。はい。報告します。シナ軍の展望を傍受しました。読め。総会席より命令。この度チャンダー防衛線はソビエトスターリングラード防衛線と統括である。国家民族の栄誉にかけ各援軍も間もなく到達す。勝利を手にするまで力を尽くすこと。うん。姐，我是二虎。姐，二虎，姐，你还真没走啊？小鬼子毒着呢，你自己长个眼睛啊！姐，我给咱爹娘报仇了，杀了好几个鬼子呢。子弹可不长眼睛，等你杀到鬼子以后，赶紧回来躲躲啊！那可不行，我现在是虎贲战士了，得像老虎一样往前冲。我现在有真家伙了，这把猎枪你就留着吧。姐要它有啥用啊？这把枪是爹留下来的，姐帮你收着啊。姐，我们正守着东门呢，我得赶紧走了啊。姐，回去吧。你自己小心点啊。医生，
来来，秦科长，把这大件先搁这儿啊！哎，婉清，你护理一下啊！好的。婉清姐，你是？我是二虎，这是我姐姐，我跟冯连长在一起呢。冯连长，他现在人怎么样了？挺好的，你放心吧。 二虎，你等等，我想麻烦你，帮我把这个交给冯连长，告诉他，就会保佑他的。嗯。连长。 连长，嗯，你得答应我件事。嗯，万岁。自然不多了，省着点用啊。记住，要打就打鬼子大官。连长，嗯，你得答应我，等咱打完这仗，你跟长官说说，发鬼个真家伙。没问题，这事儿包走身上。 直接给孙长官发报，催问援军何时到达，管哪一路援军到长德，我们就有救了。师座，三师御敌阻击，不能前行，敌五十八师被日军分割包围，被迫向七甲河西南地区撤退。其他各路援军也都被日军阻击在强德的外围，都打得十分的艰难。我们比他们更艰难，火不烧到屁股，谁都不着急。师座，师座，伤亡太大了，炮弹打光了，枪弹也不足了。 只剩下轻武器挡不住啊！禀报，第十军26日到达德山。来，师座，你留下。走。哎，
军法车就到了，大家咬咬牙坚持住。别开门，给我开门！已经是小鬼子第八次进攻了。好，打得好。我们人员伤亡情况呢？一个团可能就还这180号人了吧。师长放心，只要有一口气在，一个小鬼子拼到底。嗯，对。司令官、信濃軍の奴らに。もうこれ以上好き勝手させることはできません。毒ガスを使っておとなしくさせるべきです。待ってください。我が軍の死傷者の数を知ってるはずだ。あなたは司令官だ。大日本帝国はもちろん天皇陛下に対する責任がある。戦ってる将兵たちに対する責任は一体どこにあるんですか。毒ガスを使うなどということは卑怯者がやること。貴公は我が皇軍の作戦が信用できないというのか。自分は小山勇、あなたが信用できない。たちにどうやって顔を向けをするつもりなんですか。撃退だ。我が皇軍の大和魂で万夫の威勢と信濃軍の士気を叩き潰してみせる。ただいまより本隊は敵陣に向け突撃攻撃を敢行する。天皇陛下の御ために一命を落とし、皇国のために貴様らの命はこの連隊長が預かる。命あるものと思うな。突撃！突撃！日军第三师已经冲到了承德南站了，但是受到日军第三师团的强大阻击，进不了城。我们跟他们也无法取得联系。
现在的烟丝质量越来越差了，味道也不对劲儿。哼！大夫，大夫，快点！小兄弟，你们冯宝华冯连长的消息。小兄弟，你们冯宝华冯连长的消息。大部。 冯连长，冯宝华连长，消息活着吗？我刚才看见冯连长了，他和二虎在东门，还活着呢。唐二，唐二，我问到了，二虎跟冯连长在东门还活着呢。谢天谢地，老天保佑！兄弟们，弟兄们，援军很快就能赶到长岛来了。 小心点儿！走。
以后要是生了儿子，就叫他冯思德，思念常德；要是生了女儿，就叫他冯思华。他的父亲叫宝华吗？
还有多少弟兄？报数！1、2、3、4、5、6。 毒ガス症の許可を信濃共に思い知らせてやる。私は誇りある日本軍人として正々堂々と勝利し、信濃に攻撃指揮そのものを叩き潰すつもりだ。毒ガスで敵を殺すのとは訳が違う。3万の皇軍を投入して、未だこのちっぽけなチャンダを征服できないんですよ。 何を綺麗事言ってんですか。報告します。信濃は本線、四万、四里、高崎、桃園での攻撃が激しくなっております。我が軍が信濃の挟み撃ち状態に至っております。 選挙を逃せば二人とも軍法会議にかけられ、その責任を問われるということを肝に銘じといてください。報告、軍部からの命令です。第11軍隊横山中将、2日以内にチャンドゥを落とせと。さもなければ全員自決です。人事総員逮捕発射準備。 毒气了！毒气！撒尿！<咳><咳>
诉战区司令，陆军观望不前，援军杳无踪影，日军已经攻破城墙，我军正在组织反击。是。我们还剩下多少弟兄？总共不到300人。司令官，射殺をすぐに呼んで映画を撮らせましょう。我が皇軍がこの超都を占領したことを東京及び全世界に向け知らせるべきです。イーチャンワンはどうした？シナ軍は未だに必死で抵抗しており、一人の投降者もおらん。つまりイーチャンワンは未だに敗北を認めておらんということだ。いや、不要乱。跟你说过了，进城有进城的打法，打巷战我们比日军强。是。援军已经无望了。师座，19师正在攻打何福山，3师正在攻打德山，一江之隔，伸手可及，可就是没人愿意救我们。不要灰心失望，师座，你现在是全师的信心。这次会战，我们总共投了多少兵力？16个军，40多个师，有21万人。哼，40多个师，就是没有人来救我们57师。我真想问问校长，也许是出于战略上的考虑吧。不管怎么说，我们10几个军已经对日军形成了反包围。一早就把我们57师当成钉子，把横山勇死死钉在常德。即便这样，我们8000虎贲之师坚守了10多天，也算是尽职尽责了。过去了，小心点。
还有活着的吗？还有活着的吗？连长死了，排长上，排长死了，排长上。那大家都听我指挥，检查子弹，准备战斗。上徳を守備する国軍及び全市民に告ぐ。諸君たちは無益な抵抗をやめ、3日以内に武装解除とともに我が皇軍に協力し、天皇陛下のために尽くすこと。さもなくば上徳は焦土と化し、諸君たちは家族もろとも屍と化す。予受黄埔军校教育，只知不成功即成仁，于确信全师兄弟也如是。从速传达所有将士。是。諸君たちには本日、我々大日本帝国皇軍が三段を占領したこの栄えある歴史的瞬間を証明する目撃者となっていただきたい。小鬼子，别拉！只要我们坚守常德多一天，日军就没有占领常德。唐山勇现在是无功而返，不光是他，就连日本军队的脸面都被丢尽。一张网啊，我这里有参打你都没有对的。我就是块橡皮糖，死死地把唐山勇粘住，让他跑都跑不掉。只要是那个人啊，我这里航空也是能力足够的一个人。报告します。我が品軍18軍が用が終わったり、我が軍三部三十九師団に突入しております。我が軍の裁量がなくなるのも時間の問題であります。以上。下がれ。はい。いいちゃんスタイル、降伏はしなくてもいい。明日一負担丸々までに味方全員をそこから連れ出せ、そう伝えろ。はい。何だと貴様、まさか敵を討たないととも言うつもりじゃないでしょうね。貴公の歌よ、今すぐイーチャンウンの退路を作れ。つまり我々はまな板の上の恋だ。貴公にはそれが何
だわからんのか。撤退である。师座，这是一个好机会，突围出城，接应援军再打进来，留得青山在。那样的话，青山虽在，却骂名远扬。师座，我们把日军死死地定在了常德，实现了反包围，已经完成了任务。再说，冒险突围，拼死杀敌，有什么过错？可伪装命令我们与常德共存吧？要是违令突围，这可是杀头之罪。师座，固守常德，等待援军，哼，固然保全了名声，可是，师座。琼华无碍，弹尽援绝，人亡城已破，欲决定为国牺牲，世间顽寇，心无眷念于我。文天祥说得好，男儿自古谁无死，留取丹心照汗青。在诀别的时候，我仅将后句改为留取光芒照武陵，吾妻以为如何？废将敌寇驱退，绝不生离常德。如战死，即葬常德可也。请勿过分悲伤，我死得其所耳。城外，绝笔。